皆様こんにちは。店舗網の健康診断の丸2というお話です。で、まあ店舗開発出店って言いますとね、一つ一つの店舗、個々の店舗がどういうところにあるのかという、一つ一つの店舗にどうしても注意が行きがちなんですけれども、それだけではなくて、その個々の店舗が集まった全体の姿、この店舗網っていうものですね。店舗網というものを意識して見るということも必要なんです。ということを強調しているお話なんですね。で、この店舗網というのは、お店の数が増えていけばいくほどですね、形をいろいろ変えていくものなんですね。意識してみると、企業さんによって店舗網の形っていうのは変わっています。で、いくつかの業態で調べてみた結果なんですけれども、会社全体の収益性等のね、会社全体の業績をこう関連させて見ていくと、いい状態と、あまりよろしくない状態があるということが分かってきてるんですね。そういったことを関連させながら健康診断というものをぜひやってみてくださいという話で話を続けています。1回では終わらないんで2回でも終わらないと思います。何回か続くと思うんですけども、今日は2回目です。よろしくお願いします。で、これ簡単にできますんで、データの収集、まあ、前回都道府県別の店舗数を出してくださいという話をしましたんで、それをこうどう使っていくのかというあたりを今日はお話したいと思います。よろしくお願いします。と、こう店舗網を考えるということで、これ前回もお出した例なんですけども、ある国内、日本の国内で、例えばまあ簡単なケースということで、同じ3店舗しかまだ出店してないっていう会社を比べてみましょうって話で、こういうようなことを考えたんですね。こう日本の国内だと思ってください。丸く書いてしまいましたけどもね。ある会社はこんな感じで店舗を出店してる、まあ、あるこう近い範囲に店舗をこう集めるような出店の仕方をしている。で、同じ3店舗なんですけど、かなり広い範囲に点在させるような、こういう形もあり得るわけです。で、まあ、その中間として、3店舗のうちの2店舗は結構近いところにあるんですけどもね、お互いに。もう1個は結構飛んだところにあるとか。極端な例ですけれども、同じ3店舗を国内に展開するっていう時の店舗網の形というのも、まあ、こういうふうにタイプが分かれてくるわけなんです。これがそのもっと店舗数が数十とかね、数百単位になってくると、またこれいろいろな形が見えてくるわけなんです。で、じゃあこの3つをこう見た時に、何が違うんでしょう？この3つって。そうした時に、2つの観点があるんですね。こう横に見ていった時に、こう左から順番に見ていった時に、何が変わるんでしょうか？違うんでしょうか？って見た時に、2つの観点があります。1つ目が何かっていうと、これ左に行けば行くほど出店する範囲って狭い領域に限られてますよね。狭いですよね。逆にこちらに行くと、こうかなり広い範囲に店舗が広がってるっていうことがわかります。ですから、その店舗網を見るときに、ある特定の領域に結構キュッと集中しているのか、それともこうかなり広がってるのか、こういうこう見方が一つあります。ですから、面的に広げることを優先していくと右のような形になるし、面的な広がりはあまり優先しないで、まずは近い範囲に店舗を集めていくってなると、こういう狭い範囲に店舗が集まるという風になります。健康診断の丸1というところでお話もしましたけれども、百貨店とか大型のショッピングセンターとか、箱の大きい小売業っていうのは、こういうその面的な広がりを優先するってことができるっていう話をしました。で、それに対してそうではない、小さい箱の店舗をたくさん開けるような会社さんですね、非常に数多いと思うんですけども、そういった会社というのは面的に広げることだけではなくて、広げた地域に追加出店するってことも必要になるというお話をしたんです。そうですよね、広げて1店だけで大丈夫かっていうと、そういうわけではないと。追加出店しなきゃいけない、そうしないと市場をカバーできないってことってありますね。そうすると、左のようにある特定の地域に店舗を集めっていうこともまああり得るわけなんです。そういうふうに見ていきますと、店舗網というのは面的な広がりだけではなくて、こういう見方も必要になってくるんですね。左に行けば行くほど特定の地域に店舗が集中している。で、右に行けば行くほど店舗が広い範囲に分散している。3店舗あったら、左というのは1箇所にギュッと集まってますよね。ギュッと集まってるのを集中してるって言います。それに対して3つが点でバラバラにこう飛んでるように出店しているもの、これを分散してるって言います。このような具合で、チェーン店の店舗網っていうのを見るときに、面的な広がりと店舗数が数を見たときに特定の地域にどのぐらい集中しているかっていう、こういう2つの観点で店舗網を見ていく必要があります。ですからね、こういうふうに店舗網を見るときっていうのは、一点一点のことってあんまり考えない方がいいですね。かなりこう、なんでしょう。ちょっとこう、高度の高い飛行機から下を見て、店舗がどう置いてあるか、置かれてるかっていうような感覚で見ていただきたいんです。一点一点がどういう店舗とかじゃなくて、それが集まるとどういう形をしてるかっていう、星の星座を見るような感じですかね。というような、二つの、まあ、店舗網を考えるときのね、店舗網を捉えるときの二つの観点があるというのがここで示されました。
店舗網の健康診断の簡易版というものをやりましょうということで、必要なデータというのは都道府県別の店舗数というものがあればいいですという話をして、前回はここで終わってしまったんですね。今日はその続きです。で、まあ都道府県別で見ていくんで、かなり荒削りな見方なんでね、これはまあ簡易版って名前がついてます。で、今回はこういう場合を考えたいと思います。北は北海道からって言いますんで、まあ北海道を使いたいと思います。北海道に10店舗集中している会社さんがあったとします。北海道に10店舗集中しているチェーン店があったとします。そういう会社さんがデータを作るとどうなるか、で、そういうデータをどういうふうに集計していったらいいかというお話です。そうすると、これ、都道府県別の北は北海道から南は沖縄まで、こういうリストになっているものがあると思うんですけども、これをこうどこかから拾ってきていただいて、その横に店舗数を入れてください。で、これ北海道ですから、北海道に10店なんで、10という数字が入ります。で、他はもう一切出店してないので、全部0が入ります。こういう数字です。ですから、まあ全国に店舗が終わりの会社の方はですね、それぞれの都道府県に店舗数を入れてっていただきたいんです。まず第一段階として、この都道府県別の店舗数を集めてください。これを集めるだけで結構いろんなことがわかるんですってお話をしたいと思います。そうすると、さっき一つ前のスライドで、店舗網を説明するときの視点が2つあるって話をしましたよね。1つが何だったかっていうと広がりです。じゃあこの店舗数、都道府県別の店舗数を見て広がりっていうものをどういうふうに見てったらいいか。だからこれ北海道にしかないんで、この会社さんの場合は非常に広がりは狭いです。でも広がりが広くなってくるとどうなるかっていうと、まあ他の都道府県に数が入っていくわけですよね。そうやって見ていきますと、広さっていうのは、まあいろいろなやり方あるんですけど、一番簡単なものとしては出店済みの都道府県数というものを考えることができます。で、この会社の場合は北海道だけなんで、1っていう数字が入ります。1です。広さは1です。だから47都道府県になったら、こういう見方でいくと47って数字になるんでしょうね。だからこの数字が大きくなればなるほど、面的に店舗網が広がってるっていうふうに見ることができます。で、もう一つ、こういう小型の店舗を多数出店する会社の場合は、それだけじゃ十分じゃないので、どういうことを行うかっていうと、こういう集中を表す数字というものを出す必要があります。で、この集中を出す数字というのがどういうふうに出すかと言いますと、ちょっとエクセル等でやっていただきたいんですけれども、店舗数のパーセンテージを出してください。パーセンテージ、都道府県別のパーセンテージを出してください。ですから、まあ北海道が10で、全国10店舗あるわけですよね。この会社の場合は、全体で10店舗で、それがすべて北海道にありますから、パーセンテージはってなると、北海道200、あとは0、こういう数字が出てまいります。だからこれが47都道府県に出店している場合っていうのは、この数字がかなり小さくなってくるんでしょうね。合計すると100なんですけれども。ですからこれやはり会社さんによってこの数字は変わってきます。で、この集中度を表す数字を出すときに、まあ、これ実は専門的な名前ついてるんですけども、それは今回は置いておきます。こういうことをやってください。パーセンテージを自乗するんです。自乗です。同じ値2回かけるんです。同じ値を2回かけます。同じ値を2回かけた数字を合計してください。47都道府県分合計してください。この会社さんの場合はどうかっていうと、北海道に 100% で100の事情なので、100×100 なので、これ1万になります。で、他の都道府県は一切出店してないので、0% なんで、0×0 は0です。で、その事情の値の合計を出してくださいということになりますので、この場合は1万という数字が出てきます。1万です。で、これは、ここ一番下に書いてあるんですけど、最大1万を取る数字です。1万です。ある特定の都道府県、1個の都道府県に 100% 店舗が集中している場合は、100×100 で1万になる数字なんです。だからこの1万という数字、この2、パーセンテージの事情の合計の値が小さければ小さくなるほど集中度が低い。まあ、いろんなところに店舗がある。分散してある。それに対してこの値が大きいと特定の地域に店舗が結構集中してるっていうことがわかります。で、この例は、まあ、極端な例ということなんで、北海道に全部集中してますんで、最大1万っていう数字になります。これ最大値です。ですから、こう、都道府県別の店舗数を入力していただいて、比率を出します。で、その比率のパーセンテージの値を自乗したものを計算します。で、その自乗したものを47都道府県分全部足してください。この値が大きければ大きいほど、ある特定の都道府県に店舗数が集中している。それが小さくなると店舗数が集中してなくて、結構均等に店舗が散っている。こういうふうに見る数字です。でですね、まあ、この数字を、こういう表の上にちょっと
置いてみたいと思うんですけども、これ縦集中度だと思ってください。縦は集中度。さっき最高1万の数字が出せるって話しましたよね。パーセンテージの事情の合計で。これ最高が1万です。で、低い会社になると低くなってきます。集中度が低い会社、大きい会社とかね、店舗数の多い会社で全国的に店舗を広げてるってなると、これ低くなってきます。これ縦が集中度です。で、横が面的な広がりですね。広がりが狭いか広いか。今回の場合は北海道1道しかないので、都道府県数で言うと1っていう数字が入ります。ですからこの青い四角の中に北海道に10店舗が集中している場合ってどの辺にこの会社はプロットされるかっていうと広がりが狭くて集中度が高いっていうことで、まあ、この左の上に置かれます。で、逆にですけれども、まあ、47都道府県にかなりの数の店舗を展開している会社さんになってきますとどこに出てくるかというと広がりはまあかなり広くなって集中度、特定の都道府県に集中する度合いっていうのは低くなってきます。ですからまあ得てしてこの右の下の領域にまあ来ることが多いです。多いですというかまあこうなりますね。47都道府県に多くの店舗をこう配置している場合は。ですがこれがですね、こう会社さんによってこう絶対そうかってそういうわけでもないんですよ。この黄色、2つの黄色があったとして、この間のどこかにこうプロットされるんですね。チェーン店って。で、このね、これ青で書いてるんですけど、海とかね、湖を象徴してるんですけども、だいたいここから始まるんですね。広がりは非常に狭くて集中度が高いところからチェーン店の他店舗化って始まるんですけど、こっからこう動き出すんですよ。この島から動き出すんです。船で出かけるような感じです。で、最終目標というものを本当に全国展開っていう風に置いたとしますよ。置いたとすると、この右の下に到達するわけです。で、左の上から右の下にめがけて進む会社もありますし、あるいはそこまでは行かないんだけど、どっかでこう止まる。次の島を見つけて止まるっていう会社さんもあると思うんですけれども、この四角の中のどこで留まればよいかとかですね。あるいはどういうルートを使って47都道府県に出店するという右の下の島にどうやって進んでいったらいいかとか、このあたりが実は大きな問題になってきます。で、まあこれを考える上でご自身の会社がですね、どういうところに位置をするのかっていうことをもうまず確認をしてみていただきたいと。で、この位置によってどういう違いがあるかとかね、あとですね、近づくと危ない領域っていうのがあるんですね。この中に近づくと危ない領域というものがありまして、そういったお話も次回以降にさせていただきたいというふうに思います。ということで、都道府県別の店舗数から都道府県別の出店している都道府県数、それから各都道府県のパーセンテージの事情合計した値最大は1万、こういう資格の中でご自身の会社がどこに位置づけられるかというようなことをですね考えてみていただければというふうに思います。ということで続きは第3回でお話をしたいと思います。どうもありがとうございました。